こちらイギリスのニューベリー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。どの馬が先頭に立つでしょうか。ファンモア前に行きそうです。ビューティーグローブそれに続いています。さらにはエンバイロンメントフレンド、2番ブリーフトゥルースその後ろ。それでは先頭からファンモア先手を取りました。クリスザシグナルすぐ後ろ、その外にビューティーグローブ、その外からラブニゾン、内からはエンバイロンメントフレンド、その外からキャニオンブレイド、内からはホライトウェル、その外からサークルタフネス、その外にアイシーショット、リンデンピレネー、そのうちに続いています。その外にシークレットコーラル、さらにはマイネルシスティーナ、トロットサンダー、この位置です。ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前に戻りましょう。ここでクリス・ザ・シグナル先頭に変わりました。ファンモア先頭に襲いかかってきました。ブリーフ・トゥルース3番手、さあトロットサンダー前を捕まえられるかどうか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。クリス・ザ・シグナル先頭、差はほとんどない。2番手はファンモア、あと 200m、 先頭はビューティーグローブ、残り 100m、 ビューティーグローブ先頭、一気にトロットサンダー、トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらファンモア、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。トロットサンダー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。サラトガシンボル前に行きそうです。デアリングリーフそれに続いています。さらにはシェマカ、15番アロートリガーその後ろ。では前の方からサラトガシンボル先手を取りました。その隣にシェマカ、その横にデアリングラブ、好位置をキープしています。雪の美人、その隣にデアリングリーフ、その外からサクセスボール、その外にパレスアスペン、その隣にイントレピリティ、その横にウィミズバイト。各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。シェマカ先手を取りました。その外からアロートリガー、その隣にサラトガシンボル、その横にデアリングリーフ、内からはジュエリーサプライズ、その隣にウェディングアイドル、その横にデアリングラブ、オレンジの帽子、雪の美人、いい位置につけました。その隣にサクセスボール、イントレピディティ、そのうちに続いています。前はシェマカ、アロートリガー、ほとんど差がありません。デアリングリーフ3番手、雪の美人、いい位置、果たして先頭を捉えるか。シェマカ先頭、差はほとんどありません。2番手はアロートリガー、先頭を捉えるか。アロートリガーいっぱいになった。シェマカ先頭、差はほとんどありません。2番手は雪の美人、残り 200m、 先頭は雪の美人。シェマカ必死に追いすがります。シェマカ食らいつく、一気にウィームズバイト。シェマカ、シェマカ1着、2着にはどうやら雪の美人、勝ったのはシェマカ、見事な勝利です。
さあ直線に入りました。これからの勝負。ここで先頭は大隅ダイナー、あと 200m。 先頭は大隅ダイナー、サードノワール必死に追いすがります。サードノワール抜けた、内から一気にグレード勝利。サードノワール1着、2着にはどうやら金豊を、勝ったのはサードノワール、走る将軍敗れました。これは掲示板までです。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち。今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優駿牝馬オークスの発想です。おっと、使いサクセス、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にアドマイアシスター入ってゲートイン完了です。スタートしました。おっと、使いサクセス、遅れてしまいました。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。山下ローレル前に行きそうです。シェイクアンナそれに続いています。さらにはラウンドエトワール、15番メイクフレーム、その後ろノーブルアンジェラ後方に控えました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのは山下ローレル、その外からラウンドエトワール、並んで5番 IOU、 グレートポーラ、この馬もこのグループベガ、好位をキープ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気のベガ現在先団に取り付いています。もう一度先頭から、先手を取ったのはシェイクアンナ、その後ろからは IOU、 その隣にラウンドエトワール、内からは山下ローレル、好位置をキープしています。ベガ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。では前の方から見てみましょう。シェイクアンナ先手を取りました。その外にラウンドエトワール、並んで5番 IOU、 ベガ好位をキープ、その隣にグレートポーラ、これに続くのが山下ローレル、オクトベガそれに続いています。各馬大欅を通過。ここでラウンドエトワール先頭に変わりました。シェイクアンナほとんど差がありません。3番手にベガ絶好の手応え、ベガこれはいい位置につけています。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はベガ、ベガ先頭リードを広げにかかります。2番手はラウンドエトワール懸命に追いすがります。残り 200m、 ベガ先頭だ。ベガ力強い伸び足、後続はまだ後方です。2番手はオクトベガ、ベガ先頭だ。ベガ独走、ベガぶっちぎりです。ベガ1着、2着はオクトベガ、ベガ牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ。牝馬3冠はもう目前だ。